当たる、これは絶対当たる、これ当たる、おいしょー、セナゾのコーナーです。ちょうでバンテラッシュの話に行きましょう。今回はベンベックマン使っていきたいと思います。なんかいつもね、このスキル超絶短縮編成しかやったことなかったんだけども、よくよく考えたらディフェンダーのね、このカチカチ編成やったことねえわと思って、今回使っていきたいと思います。メダル編成はこんな感じで、海軍3セット効果発動させております。でベンさん意外とね、耐久力が本当にすごくて、シャンクスさん以外であればどなたでもね対応できるという素晴らしいキャラになっておりますので、今回こちらで頑張っていきましょう。ちゅうことでどうぞ。はい、せーちゅうことでカチカチベンベックマンやっていきましょう。よろしくお願いいたします。いやマジで意外ね、あのシャンクスさん以外とか本当に高耐久することができるんで、通常の試合とかだったらまあまあまあ負けないんじゃないかなということでね、ちょっと頑張っていきたいと思います。で基本的にこれシャンクスさんね、調子こいて裏取り来る確率も高いんですけれども、そんなシャンクスさんを返り討ちにするという一番快感をね得ていきたいと思います。うん、でゲージ 80% 以上は正直ちょっと必須なんでね、このベンベベベンに使うにあたってね、うん、でこの 80% 以上であればまあよろけなかったりするんで、そこでなんか通常の打ち合いでね、勝ったりすることもできますと。何もするなよ。まあ、ここらはちょっと当たらないと。しっかりと当たらないんだけど。ここら辺な、ちょっとな、真ん中のゲージそのままちょっと溜めていきたいですね。これ、オラ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 と、吹っ飛ばして。当たらない。いい、オッケー、強い。で、80% まず溜めよう。80%、あ、マルフォーイマルフォイ見るとテンション上がるんだよな。ここしっかりと吹っ飛ばす体力回復どうもありがとう。んで多分黒ひげさんそろそろこれ溜まるんで、これで何もするなよと。で何もしなくさせる。でスキル2短縮どうもさありがとう。でこれ飛ばす、当たってない。こっちの竹は極大おでんさんのそれ無理なんよなあ、シャンクさんはとか言ってたんだけど、実はあのおでんさんも無理。うん、実はおでんさんも、ああやばいなそれは。あ、ブースト来た、でかい、ブースト来た、でかい、でかい。で通常攻撃の押し合いは全然もう大丈夫、何もするな。いやーやばい、通常の試合は大丈夫。オッケーオッケー、通常の試合は大丈夫で、ちょっと後ろのちょっとペチペチちょっとやめてよ。あそこいけるか、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 いけ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 、よしよしよし、でかい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 、ちょっとちょっと距離感を置かせてもらって、あそこ頑張って倒してもらって、お肉でかい、お肉でかい、お肉でかい、このタイミングのお肉でかい、このタイミングのお肉で、地味に威圧状態強いよね。あの何もするなよって地味に強いよね。あのスキル1なんか状態以上効かないキャラ最近多いんだけど、その中でも割と威圧状態、やっぱ相手何もさせないっていうのはまあ普通にね強いんじゃないかなと思います。うん、地味にこのウソップさんすごいありがたいさっきから地味にこのウソップさんがすごいありがたいんだけど、ここ裏守ってきてます。さ、シャンシャンシャン、これ待てよ、何も見えないところドーンあ、これ打ちどころちゃんと考えるわ。次からちゃんと打ちどころ考えます。ここは、避ける。オッケー、耐えた。何もするな、みんな何もするな。オッケーオッケー、いや、めっちゃ強い。オッケーオッケー、ロジャー船長まずこれで一旦何もできないでしょ。ロジャー船長一旦まずこれで何もできない。でこれちょっと通常バンバン打っといて飛ばして、でロジャー船長これで何も飛ばして、で避ける、耐えろ、ない、でかすぎー。さあ、こうちょっと距離感を置かせてもらって、ちょっと待てよ。スキル2をちゃんと当ててこ。スキル、待て、ロジャー選手、当たる。これは絶対当たる、これは当たる、おいしょーいや、マジで、こちらこそソップさんありがとう。で、これちょっと入っといて、で、何もするなよしといて、で、何もさせなくしとくと。で、これあとは 80% 以上ゲージ貯めとけば、いや、ほら、この耐久力、すごくない、ベンさん。はい、よしよし、あ、今日なんか祝日で休みなんだけど、なんか仕事の電話かかってきて、今、まあ、マジでガチダッシュで、携帯のとこに駆けつけた。ちょっと息切りしてるわ、普通に息切りしてるんだけど頑張っていきましょう。いや、焦るよな、そういう時に来ると焦るんだよな、本当に。さ、これシャンクさん飛んでくるかもしれないんで、まあ、スキルだけ避けとけば、まあ、なんとかなるであろうというような感じで、さ、あそこはさすがに溜めてないなら飛ばないと。あそこ赤いねさんと、これ多分シャンクさん飛んでくるんで、OK、避けて、で、こんだけゲージ溜まってたら、通常のうちは全然シャンクさん俺勝てるんで大丈夫です、というところでね、これね、うわ、ベンメックマンや、全然倒せるとか思うでしょ。甘いんだよ、おかしら。通常攻撃のダメージはまあ全然効かないと。で、一発返さそうとかで、なんか、これで、これなんか地味に当たっちゃったりしちゃって、それはさすがに無理でした。まあ、こういう感じで、通常の試合だったら全然ダメージ効かないし、シャンクスさんとの打ち合いでもね、割となんかこう、いける時もあるというとこで、めちゃくちゃ抽象的なあれだったけど、危ない闘技を。これちょっとトリッピー飛んでんな。トリッピーな、これトリッピー、俺、トリッピー止めれないんだよね。あれ、吹っ飛ばし効かないっけ、トリッピーって。あれ待って、トリッピー吹っ飛ばし効かないよね。あ、待って、あ、やばい。あ、ちょっと待って、トリッピー、感でね、なるほどね。待てよ、これの取り降り際、まず何もするなよしといて、で回避してるんでこれで吹っ飛ばしといて、でこれでおお、しかもなんか後ろの頭にも当たったっていうね。で旗取りますとなんか後ろの頭に当たったんだけどおい、他のやつになんか、これがエビで対応するというやつでしょうか。どういうこと？ここちょっと毎回ゲージ溜めといて、トリッピーにちょっと2体いるんでね、これ心配だな。あそこのトリッピーまたゴロゴロしてるやん。今、まあ、トリッピーのゴロゴロなんか引きやすいよね。これってなんか美味しい闇しといて。あそこのおでんさん、ジャスカイ引れる。これ待って、当たるよ。これ多分当たる。これ多分当たる。当たってない？ごめん。待てよ。
やばい、あー遠い、おっと裏取りに来たぞ裏取りに来たぞいと。いやこれ真ん中ちょっと取れそうだな。ロブルルッチに何もするなよしといて、オッケー。これでまず真ん中取れる、これでまず真ん中取れる、強い。であそこのマルフォイはちょっとごめん、僕止める術がない。スこれ足早いのいらないから、これ一旦なんかちょっと打っといてぶち込む。はい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 、なるほど。でからスキルさえ避けてしまえばまあ大丈夫と。んーで、ただこれ近づきすぎると一気にまとめてやられちゃうんで、ゲージをちょっと一旦貯めつつも、やばくなったら真ん中行きます。で、やばくなったら2人でしょ。2人いるからまだ大丈夫。オッケー。ギリギリ。よしよし。行きます行きます。アングル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 。ここちょっと頑張って行きたいんだけども。よく行った。オッケー。しっかりと見えてるよ。しっかり見えてるよ。ここしっかりとお宝ゲージ待って。で、はい。80% 以上溜まってたらよろけないんで、シャンクさんとの通常の試合は勝てると。おら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 意外と強い、意外と強い、意外と強いよね。でここもちょっと頑張って守りつつも、ここな、やばい、あとこれチチームナイダンスのマジで偉いわ。待って、このシャンクス何をするな。で焼ける、あーっと待って、何もするな、入ってたけど、あー最後最後、最後惜しかったな。テイさんお願いします。ちゅうことで今回はですね、ベンベベベン使っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。なんかいつもスキル超絶短縮編成しか僕は頭にないから、なんかあのディフェンダーの一番オーソドックスなカチカチ編成ね、やったことねえわと思って、今回ね、やっていきたいと思うんですけれども、まあ、ベンベンベン、ベンベンはですね、あ、これやばいな。ベンベン言うても、まあ、結構耐久力もあるんだよね。で、通常攻撃に関してはもうこのまま普通に、全然ダメージ入らないから、あの、スキルをもう見計らって、あとはこれでひたすらにね、ちょっと頑張っていけばいいかなと思います。で、これ通常強いんよ。あの、よろけ、あの、80% 以上ゲージがあれば、よろけ無効とかもないんで、まあ、あとはスキルさえ避けてしまえば大丈夫かなっていうところで、スキルを頑張ってね、ちょっと避けていきたいと思います。んで、あ、スキルかと思ったやん、それはスキルかと思ったやん。あ、スキル来るもんね、これ。危ない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 。それさえ避けてしまえば全然余裕なんだけど。何もするな、おかしら。はい、これで、あの、これ調子こいて、あの、初手ね、ベンベンクマンすぐに倒せるだろうと思って、あの、来たおかしらも、ボッコボコにしていきたいと思います。回誘って。んーで、うるぼれるなよ、おかしら。やべ。はい。あ、でも全然効かない。やっぱダメージカット編成いいね。あの、普通にやっぱ強いわ。待てよ、これもスキルないからゴチゴチ詰めよう。これスキルないから、オーケー強い。強い、普通に、いやだだ、腹筋痛、つったつったつった、痛い痛い痛い、ちょ、腹筋つった、うん、やばいやばい、痛い痛い痛い、腹筋つった腹筋つった、やべ、痛い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 、腹筋つってる、やべ、痛い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 、あ、でもこれ取れる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 、いやこれ頑張ってちょっと取りたいな、いやおでんさんか、おでんさんちょっと怖いんだよな、おでんさんちょっと怖いんだよな、おでんさんちょっと後ろの人にお願いしちゃおうかな、うん、でこれ頑張って取って。で、まず自チームにしていこう。で、頑張って自チームにして、で、ここ何もするなよ定期。何もするなよ定期戦に出ちゃい。よし、オッケー。これでおでんさんもう、ブースト中何もできません。ダウンしてるわ。ちょっと待てよ。でも、おでんさんこれブースト中何もできへんので、ここで僕がしっかりと守っていくと。で、これね、しっかりと飛ばしてあげること、危ない?やばい、うん、あーなんかさ、通常攻撃とか別に回避する必要ないって分かってんだけどさ、なんか癖で回避なんか。押しちゃうなんかその回避をしないというその習慣がなさすぎてついつい押しちゃうんだよね。これわかる、ベンベックマンたまに使う人あるあるだね、わかるかな。いやここちょっとこの歌とか倒していきたいな。どうにかこうにか、あ、助けるわ助けるわ助ける、あー、おお、どうした、誰かに当たれよしあ、ちなみにベンベックマン&シャンクスというあの激エモチームでね、今回やっていきたいと思うんですけれども、さ、ここは裏ちょっと一人は前をあそこお願いしちゃって、僕はもうシャンクスちゃんつかおでんさんはもう圧倒的にまあ見れないというところが危ない。ここもしっかりと、待って、ヤマトを助けていく。で、ここよいしょ、どうした、当たってない、やばいっておでんと当たってないやば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 い、腹筋ってんだよな、腹筋ってんだよ、やばい、あー、ヤマト強、あそこのおでんさんはちょ、もう本当に何もできない、僕本当におでんさんは何もできない、ごめんけど、ナイス、でかすぎ、それこれちょっとヤマトのお手伝いだけしといて、で、ここ後ろからダウンさせとく、オッケー、で、これでヤマト取れると、強い強い強い、いけるいけるいける、で、ジャスカイヒ、無理だった、さすがにもちょっと何もするてないと、オッケー、よし、何もやってない、よしよしよし、いや今回シャンクスさん一体なんで割といけるのかもしれない知れないということで、このね、地味に威圧状態がいいんだよね。威圧状態とか状態異常が入るキャラに対しては、まあ、結構いけたりもする。で、シャンクスさんはこのゲージ 80% 以上あれば、あのスキル値、だけ避けて、まあ、通常の打ち合いで、まあ、どうにかこうにか任すこともできるので、そういったところで、ね、ちょっと頑張っていきたいと思います。これシャンクスさん多分飛んでくるよね。お見せしよう、このシャンクスさんにも対戦できるというところをね。おら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 これ通常の試合はあの全然ダメージ、今回ダメージカットも入れてるし、あの効かないんで全然大丈夫です。通常の試合は大丈夫です。吹っ飛ばしまくって、あ、効かない効かない効かない、全然ダメージ一桁だもん、シャンクスさんの通常攻撃、これ調子こいてきちゃったーとか言ってね、焦ってると思うんだけれどもオーケーオーケー、これでしっかりと返すことができると、いうような感じで、地味に耐久力はスバラスバラですので、ちょっと今回も頑張っていきたいと思います
めちゃくちゃエセ関西弁みたいな感じのイントネーションになっちゃったんだけど、めちゃくちゃ僕は名古屋人です。当たらへんのかー、危ねで何もするな、オッケー、おでんさんこれで吹っ飛ばせるから大丈夫、オッケーで何もするな状態でしょ今、これ強いんだよねマジでマジ強いんでね。でこれでスキル2が溜まってるんで一発回避誘っといてからこれで何もするなよ、さよならバイバイ、俺はこいつと旅に寝るピッピカチュウ。峠引かれろ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 、よしよしよし、待って、大丈夫大丈夫、あ、うわ、うるうるし、威圧状態の、キャ威圧状態の敵に攻撃したいんだ僕は。あ、こっち来たわ、なんかシャンクさんこっち来た。いやちょっと待ってよ、ブースト待って、アングルアングル、ちょっとアングル待ってよ、通常は全然あのブースト値でも関係ないから大丈夫として、スキル溜まってる、オッケー、当たれ、あ、引かれる、にゃー仲良しかい待て待て待て、やばいやばい、お宝ゲージ外は普通に、お宝エリア外は普通にダメージ食らっちゃうから、よくない、いや待て、ここ何もするな、二人とも何もするな、私の前で何もするな、何もするな、大丈夫よ、ここ何もするな入ってるから何もできないと。んーでこれ待って、闘魚来てるからさすがにここは怖い、やっぱいいよね、何もするなっていいよね。でここあとロジャー選手倒します、よいしょ、あ全然当たらない。ここはちょっと待って、歌のこれ状態以上、あ80パターン縮止まるよといいよね、80パターン縮っていうのもいいよね。でここは、あ待った、こいつあれだ、シールだったわ、ごめん普通にシールだったわ、忘れてた、いや通常攻撃だったら大丈夫、あそうカムサリは無理ってことで、裏激山シャンクス行きたいと思います。いやあそこの歌とか倒せそうだな、いやでも倒すのはシャンクスなんだな、倒すのはシャン、あ待って、ここウルティじゃなくて歌倒せるんでしっかりと KO をしときつつも痛い。なんかワカリリさん来たんだけども、おかげで真ん中が取れそうな気配もありつつも、ちょっとどうにかこうにかでこれワンチャン取れでかい、さここはちょっとカウンターとか置いといて、カウンターとか置いといて、ちょっと見えない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 、あっちのちょっとあれごめんなさい、おでんさんごめんなさい、おでんさんちょっとごめんなさいけど、ここあっ凍ってる、あかっこいい、カウンターだけ置いとけ、カウンターだけ当たれ、にゃん、なんでオッケーオッケーオッケー、耐えろ絶対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 耐えろ、オッケーオッケーオッケー、ああ負けてたわ。